2023年8月13日に放送されるビバント第5話。そんな中で話題になっているのが第5話のあらすじや予告ネタバレで考察についてですね。お詳しくその内容について解説していきます。事前に第5話の内容がどうなのか知っておかないと、いざという時に第5話を見た時全く理解できないことが多くなっています。特に今回の作品は情報量がかなり多い作品となっているので、事前にどのようなあらすじなのか理解しておいた上で作品を楽しむのが一番楽しめる方法となっています。第4話の中でシステムを改ざんして誤送金を仕組んだのは財務の宇多田だった。しかし彼女は裏で操られていたのだ。真犯人はテントのモニターとつながっている別班のメンバーだったのだ。乃木殿崎は宇多田の自宅に向かうが、そこで待ち受けていたのは衝撃の事実だった。日本と中央アジアを舞台に国際的な陰謀に巻き込まれる乃木殿崎。彼らは信じることができるのは自分たちだけだと気づく。果たして誤送金事件の真相とは、そして彼らの運命は、予想を裏切る展開が続くスリリングなアドベンチャードラマ。それでは続いて第5話のあらすじについて解説していきます。公式で発表されている第5話のあらすじがこちらとなっています。堺雅人さん演じる乃木の正体は、実は国内外で民間人に紛れて諜報活動を行う特殊部隊別班だったんです。同じく別班の仲間である松坂すももさん演じるクロスとともに、テロ組織テントのモニターである迫田豊さん演じる山本を排除した乃木は、次なる目的のためにある人物の元へ向かうんですよ。一方阿部寛さん演じる野崎は山本の死に違和感を抱いていました。そして公安以外で唯一山本の正体を知っていた乃木に疑念を抱くんです。野崎は徹底的に乃木を調査していく中で、衝撃の過去が次第に明らかになっていくんですね。それぞれの運命をつなぐ鍵となるのは壮絶なる思いなんです。こちらを見ていただいても分かる通り、第5話の内容というのがかなり隠しに迫っている内容になっているようですね。実際に第5話からはかなり物語の重要な部分を占めており、第4話でも最後の最後に堺雅人さんが演じる乃木が実際に別番であることが分かりましたね。ここからなぜ別班という組織に所属するようになったのか、乃木の目的は何なのかということが第5話で明らかになっていきます。詳しく第5話の展開について予想していきます。第5話の内容についてですが、ほぼ確定している展開についてはすでにあります。というのも、今までメインのキャストと言われていた松坂すももさんが、実は今回第4話になるまで出ていない違和感を感じている人が多くなっています。実際にメインのキャラクターであることは確定しているにもかかわらず全く出てこないことから、違和感を感じる人が多くても仕方がありません。実は第5話の中で出てくることが明らかとなっていますを確定情報ではありませんが、松坂すももさんが実際に匂わせをしています。というのも、実際に以下のようなコメントを出しています。今週は果たして僕は出るのでしょうか、今回も CM だけなのか、なんなら最後まで予告だけか、キャスト最新ビジュアルを公開、世界中を巻き込む大きな渦とは、そして別班とは、一体うのぎを陥れた人は誰なのか、本当の冒険物語が幕を開ける、舞踏りいつ出るのかわからないという話をしていますね。あ、しかし手のひらの指の数を見てみると、不自然に5本の指を立たせてパーいることがわかります。このことから考えてみても、おそらく第5話もしくはもう一つの手を換算すると第6話で出るのではないかということが予想することができますね。そうなってくると、やはり松坂すももさんが出てくるのは作品の後半になっていくのではないかと考えられます。そして作品の後半になって、おそらくかなり重要なキャラクターになっていたのだと予想ができますね。
それでは続いて実際の視聴者の反応についてを見ていきましょう。実際の視聴者の考察や反応がこちらとなっています。乃木が優秀だとすると、大使館で裏の顔が出たのもミスじゃなくて、野崎の疑いの目が自分に向けられるようにしたのかも。だとするとその前に薫が同志だと気づくきっかけとかありそう。夏目を食べるとこまで吐いた薫、その後はラクダに伏せてた。あの時もう布だけだった可能性も。名前忘れたけど、お父さんはどういう事故で妻が亡くなったのか、事故現場にはいなかったから自分の目では見ていないってことかな。実際に今回の作品についてはところどころ細かい考察が多くなっているので、こういったあらすじをネタバレ、事前情報を知っておくと作品を楽しむことができます。これからどのような展開になっていくのかも注目していきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。また次の動画でお会いします。